ありがとうございます。こんばんは、こんばんはと皆さん集まってくださって、のえ、なんか別に封筒、確かに画面がつけてあったか、しかも、うん、あれ誕生日ルームスペシャルルームなんていうんですかになってるんですよ、誕生日仕様の。イエイ、そうなんですね。ちょうどちゃん誕生日の間だもんね。まあそうですね。なんで会話してくれないの今ほんと今25歳になって、あのやっと会えたんですよ、あかりに。よね、今日も髪の毛どうしたの？そう、チェンジ&エボリューションしました。とりあえず拍手。わかるかな？結構赤い茶色暗めな感じだったんですけど、うん、結構明るめな色に、はい、なりました。おかりさんが黒だからすごい対照的。確かに一緒に使う。デフテレン。なんだこの無駄に頭を乗せこれでね、秋葉原からね電車乗ってきたんだよ、すごくない？25歳、25歳頑張れるわ、まだ。どういうあれなの、どういう心境の変化であ、それね、あのね、ずっとしたかったの、めっちゃ明るい色に、ずっとしたくて、で、あのアップガムやめたら明るくしようと思ったの、お、逆に？そう、やっぱその今までずっと同じ色で結構ずっと同じような色でやってきたから、なんか、そうそう、なんかそこから変えるっていうのを何もあんま考えてなくて、アップガムこなしとして後ろの木より明るいってそうそこっちが比較対象、こっちがそうで、アップガムのうちはそのまんまなのかなってなんとなく思って、でもアップガムやめたらみたいな、なんかあるじゃん、なんか、もしやめたらやってみたいこととか、いろいろな髪型めっちゃショートにしたいなとか、うん、わかんない、わかんない、うん、ないと思う、ない、うん、そうなんだ、そう、はい、なんかああいうのもやってみたいなと思うけど、まあ今じゃないかなって思うのがあったの、いっぱい、結構あるの今、今で、それを思ってたんだけど、ふと、あれいつだと思ってやめんだってこれなんかそのうち冒険できない年になっちゃうんじゃないって思って25歳、ちょっとそうだ、辞めるとか辞めないの前に冒険できる年のうちにやろうって思って別に、まあ、アップガであるあの古川コーナツとして見てもらえばいいんだなと思うようになったんですよ、なるほど、そうそう、なんかこの先もアップガを続けていく上で、だったらこう長い目で見た時に進化していかなきゃいけないなって思って、下ろしたらまた違うのかな、違う、全然違う、そんなにね、え、今までで一番軽いでしょ、全然違うよ、感じしない、全然馴染んでるでしょ、うん、って思うけど結構違うよ、うん、ほら、あ、確かに、あ、下ろしてる、これめっちゃ光ってる、出してない、これ出してない、下ろしてると結構確かに明るいなって思うかもしれない、こんな感じ、はい、くっつらくつら、あ、でも写真ね、で写真でしかも画面越しだと分かんないかも、確かに、じゃあちょっとツイッターに載せます、あ、ツイッターとかに載せますね、行きましょう、そうそうそう、でも結構今日風が強かったよね、風が強かったなんつうの、なんでどうでもいい感じだと今までもう正直どうでもいい話だったんだよね、結構涼しくない？涼しかった、ね、うん、で結構最近夏日だなと思ってた、そうそう思ってて、出たらあ、あんまり寒いなって思った、そう寒いなって思いましたよ、え
みんなの前で渡すつもりでもなかった普通のプレゼントなんだけど、はい、こうなっちゃんがちょっとあのイベントあってギリギリにここ到着するっていうからちょっと先に仕込んでおきたかったんだけど、スタジオが開く前にこなちゃんがついちゃったから仕込む時間がなくて案外早いよね、逆にね。だからちょっともうこれ本番中に撮りに行かないっていう事態になって、いや初めての展開だった今うん、結構ショールームも長年やってきたけど突然取り残されるっていうすごいびっくりしちゃった。どうしていつ渡そうってずっと探してたからね、うんうん、全然話し聞けなかったんだけど、しかも風すごかったねの話の後に突然もうちょっとなんかさこれ話しといてみたいなのあるじゃん。風になろうと風みたいにあ自分がそうさって言ってみるっていうちょっと前振りだったんだけど全然全然分かんなかった、ごめんね、うん難しすぎるわ。え、嬉しい、ありがとう。おめでとう。いや、別に全然面白くないやつ。普通にね、普通のね。嬉しい。でもあかりさんに何もらったか教えたくないみたいな。じゃあ薬にね。じゃあ薬にね。リアクションだけ。あ、嬉しい。使う使う。でも使ってもこれあかりさんからもらったんだとか言わないキモい。でも実はあかりさんからもらったんだで、なんでその口々に気持ち悪いって言われんの。え、なんでなんで、え、なんでだって分かるでしょ、なんか大事にしたい見てないかい、めっちゃ見てるよそう、嬉しい、あれありがとう、ヒントぐらいよ来ます、大事に来たいと思います。これがヒントね。すごい嬉しそうにあかりさんの前歩こう着るものですね、着るものね、履くものだね。なんか来ました、何というわけで古川さん、はい、佐藤さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私もありがとうございます。よかったでしょ今日はお誕生日のお二人に番組からプレゼント用意しました。セットの後ろをご覧ください。待って待って待って、あったよねさっき、あったさっきなんかすごい、確かに映ってないじゃんさっきなんかセットが地味だからって飾ってくれたの。大きな包み、中くらいの包み、小さな包み、3つの包みを用意しました。この包みの中から1つを選んでプレゼントさせていただきます。で、どっちが先に選ぶかはいつもの黒ひげで決めましょう。包みは壊れやすいものもあるので丁寧にまっすぐ持ってくださいねということで。怖い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 。嬉しい、ありがとうございます。なんか下切りすずねみたい、下切りすずねですよね。まあ、ちっちゃい方がいいやつ入ってる大きいの、大きいのお化け入ってました、ね、下着説明で確かにね。まあでもまずはこれで勝たないと。そうだね、じゃあどうぞ。いいですか、うん、いきますよ、うん、怖いゲームじゃないからね。早い写真撮ろう、早い1時間という番組がすごく分かってる偉いよ。じゃあ選んでいいんですか。やっぱねこのね下着すずめの好きです、絶対ちっちゃいやつ。いやでもそれに乗っ取ってるかどうかは分かんないけど。何言おうかな背高いのさ利用しないでよね。いや全然分からないね。えじゃあめっちゃ何怖いんだけど。誰がいる？あげる。やめてよ。コメントはでかいのに。でかいの？本当？じゃあ大きいのにしますよ。いきます。え壊れるんでしたっけ？壊るかもしれない。それでいいの？それでいいの？本当に？本当にそれでいいの？え確かに大きいのいいな。じゃあ私はありがとうございます。その逆いただきました。ちっちゃいし、やつしかもピンクやし、確かにこれもちょっと黄色だよ、うん、じゃあできたいと思います。おさんごめんね緑はね残る、ね、行きたいと思います。
か。開けます。わえ
うまいうまい、いくよ。タイトルコールしてなかった。
きましょう、はい、せーの、アップアップガールズかっこいいの戦場かっこかりじゃあ自己紹介からしたいと思います。はい、昨日6月5日で25歳になりました、古川小夏です。はい、あさって22歳になります、ソホアカリです。イエーイ。ということでね、まあ、お誕生日近いお二人で台本の名前読んでしもったよね。お届けしたいと思うんですけど、じゃあまずショールームの参加方法をお願いします。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりしていきます、うん、そしてポイントの列が多いほど、皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。そして番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。ちょっと、ね、登録まだの皆さんはぜひ登録してください。はい、はい、ということでね、現在のランキングを確認したいと思います。はい、じゃ第3位、わたちえさん、ありがとうございます。で第2位がマックさん、ありがとう、ありがとう。で第1位がイーラレンかっこ嘘つきさんです、ありがとうございます。ということで、はい、やっと始まりましたよ。じゃあ皆さんお待たせしました、ちょっとオープニングしました、ちょっと長くなってしまった、スペシャルということでしょうがないね、お許しください。1週間を振り返りたいと思いますけど、はい、いろいろありましたよ。いろいろありましたね、今週も。今週か、特に最後の方にドドドドンと。そうなんですよ。まず、6月2日にジャイアンナイトツアー2017、はい、ファイナルをね。そうなんですよ。 DJ 大人気さんっていうライブをクラブチッター川崎で行いまして、結構、ツーマンは1年ぶりなのかな、そうかなとかで、うん、ちょうど1年ぶりだったバイバイ。そう、なんか日曜日返したらちょうど多分1年前とかに下北沢でやってて、うんうん、確かに6月ぐらいだった気がする。そうそうそう、ちょうどマジ本当に日記パラパラってやったら何ページか出てきたから多分待って、日記の仕組みが分かってない同じ日にちで2014、15、16、17そう何年っていうね、なんか同じ日にちの日がこう見れるんだけど、多分同じぐらいだった、ちょうど1年なんだと思ったから。で、まあ、でもその後もそうフィスで一緒になったりとか、あのあとね、どこだっけ、清水でさ夜やってた、そう、マグロックと、マグロックのとあれの間にオールナイトでやってて、あ、そうそう、オールナイトのとかをソニックだ、うん、そうそうのこう間でやってるオールナイトに出演させてもらって、でそうとか、そういうなんかちょくちょく、うん、冬もねオールナイトやったし、そう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 だ、暖房暖房ってやってたんですけど、うん、まあこうきっちりツーマンみたいなのは1年ぶりということで、うん、すごい楽しみにしてたんですけど、今回あのステージがこう円形になってて、こう円形デスマッチだから、ね、そうそうそう、こう円でこうステージがあって、うん、真ん中にこう DJ 卓があってみたいな感じのステージで、まあ、なかなかない感じで、でも結構お客さんも一緒にこう移動しながら回って走ったりとか、私たちもそのステージを走ったりとかしながらのライブだったので、なんかすごいね、ハイスパとか思い出すね、うん、超ハイスパ、しかも会場もちょうど私たちがノンストップライブ初めてやった会場だったんですよ。だからすごいなんかね、あそこのなんか、なんだろうね、なんか疲れないんですよ、ああいう感じ、妙な、わかる、みんなの距離感とかだよね、距離感とか、あの独特の雰囲気が、なんか私たちのライブも何分やったの ?25 分とか30分、あ、もっとやってるな、もっとやってるの30分、40分ぐらい、50分ぐらいな、めっちゃそうやって、でその後に大野さんたちのステージも私たちに参加させてもらった、一緒に踊ってたんですけど、それもなんかもう自分たちのライブの時点で結構もうセミ曲をずっとわーってやって動き回ったので結構疲れてたんですけど、はけてきて、その大地さんたちのステージまで15分間ぐらいなんかこう転換みたいな時間があったんですよ。でその間にみんなでエネルギーチャージしてもう補給、それをもうねこの時間に飲もうって決めてたドリンクがあって、みんなで楽屋に並べといて、着替えとそれとこう並べちゃって、あのヒートテックをね着てやるっていう、もう約束をずっと前からしてたのでみんなでヒートテックを着て、ね、そうヒートテック着て上に T シャツ着てライブやって、うん、結局2時間ぐらいやってたのかな、
ってたよね。やってたやってた。そう2時間くらいずっと。もうね、盛り上がっちゃった。盛り上がっちゃった盛り上がっちゃった。終わって終わって楽屋戻ってきたらびっくりして。え2時間くらいだった。芸人のみレベルだ。そう。すごいやってたんですけど、でもなんかすごい。なんかすごい一体感だったよね。どんどんいやすごく、ね、連れて、うん、みんなも終わってから握手会とかですごくきつかったとか言ってたけど、でもなんかなんだろう、みんなでなんかこのきついを共有してる感じが逆になんか思いつかれないっていうか。そうしさ、いつもこういろいろ一緒にやらせてもらってたりとかして思うけど、なんだろう、あ、こう大乱視さんたちのファンの方もこう一緒に盛り上がりに来てる方もアップガン曲で一緒に盛り上がってくれるし、うん、そうそう、アップガンファンも好きでしょあれ楽しくないよね。てかすごい楽しそう、めっちゃ好きしてたもんそうだから相性いいなっていつも思う確かにすごい楽しかった、うん、まあステージ上でお呼ばしていただいて、ね、そう6月組のケーキ、かわいいケーキを ね、 ね、出してもらったりとか、うん、はい、やりがったりして、久々にね、流血事件、久々にやったんですよ。流血事件起こしてましたけど、アプガのライブとかでもあんまやる機会がなくて、そう全然やってなくて、いつぶりなんだろう。クラブチタ最高ってことか。そういろいろねあるんですよ、厳しくて。やっぱいろいろ厳しいんですよ、普通は。会場とかで普通そうですよ。できるとことできないとことかあったりするんですけど、久々だからいつだろう、最後にやったのミコの生誕とかなんですよね。ですよね、ミーコの生誕って2、3年前ぐらいのミーコの今年じゃないってことでしょ、だから、うん、去年のってことじゃない。いや、もっと前去年じゃない、あと刀とか使った時。いや、多分23歳のやつ、これ、竜つけてた。竜つけてた。マジ、それいいよ、うん、え、やば、多分あの時とかにやったぶりぐらい、え、たぶん、彼やってる覚えある人いますか私が最大限やった。みんなの方が詳しいの、それは覚えある。負けてる、誰になった？関係ない。あ、確かに山田さんにはやってるんですよ。そうやった？いつ？いついつ？え、でもあれも何年も前だよ。でも去年とか、まあ去年じゃない、去年じゃない、いつだろうっていうぐらい思い出せないぐらい結構やってなくて。え、もう2、3年前であるな。大乱闘でしょ。大乱闘でも大乱闘はいいよ、もうそれはもう大乱闘はいい。大変だったんだもんそうありましたけど、いろいろと。でもそう、まあ、そうなんですよね、やってない。そうかもしれないね。じゃあそうかな。そう、23歳の時はやってるってほら使ったよね、うん。だから久々だからちょっと緊張したの。なんかどういう感じでやってたっけみたいな、こうなんかペース配分っていうか助走の感じとこの角度とみたいな、なんかすごいスポーツ選手ブランク感じてんじゃないよ。そうブランク感じちゃってあれ。でもとりあえず思い出しつつやったら、もう大谷さんの鼻から血がもう漏れすぐにすいませんでした本当に本当にその説は申し訳ないです。本当にこれでをきっかけにアップがお嫌いにならないでほしい本当に。そうでも、あ、まゆっぽさんからパワーが続きました。ありがとうございます。ありがとう。そうでもまあまあね、でもまあ血が出たってことは現役のまあ、まあ保ってるなっていうのは、いや自分の腕にあるみたいなあの頃のパワー残ってるなっていうちょっと確信して。怖い怖い。そう、まあ久しぶり楽しかったなって思いますね。あんな、あかりさんと同じタイミング、誕生日のタイミングだから6月組ってあんま受けてないんですよ。そう、受け慣れてないんだから、うん、あんまり。そう、だからちょっと久々に、わあ来たなって思ってなったよね。いやすごいですよ、やられ慣れてはないからね、うん。そしてね、次の日にそのねツアーで真相を、はい、持ってライブツアーで広島に行きました。広島も1年ぶりぐらい。そうだね、すごいね、1年間のこのなんかサイクルが。確かに大体同じ1年同じ時期で同じ場所行くようになってる。なってるな
でも前回はツアー初日、ね、初日だったんですよ、うん、多分入って思い出したんだけど、そうすっごいこの袖で緊張したなっていう思い出が、そうで、なんでだっけって振り返ったら、うん、多分初日だった、初日だったんですよね。すごい尋常じゃない、なんかえどうしよう、えやばかったよね、ってなってた、みんなの思いがすぐ楽屋入った瞬間に思い出して、うん、そう、しかもね多分あの時の去年のツアーの1曲目がパリピだったの。あ、そう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 、でなんかあの時ぐらいからその頭をなんかアドリブでいろいろやりだした時期で、そう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 、でなんか多分本当にあのあれがスタートとぐらいで、あのぐらいからそうだからめっちゃ緊張してたんだ。それまでなんかね普通に歌ってたんですけど、その歌をなんかいろいろこう言葉を挟んだりとかアレンジしたりとかやりだしたのがそのツアーからだったんで、その広島の時は多分叫んでたよねめっちゃ。そうみたいなの、とりあえずできなかったね、あおり側に最初は寄ってて、そうなんかとりあえずできるんだ、しかもそれが1曲目だったからすごい緊張してたっていうのを思い出して、うわーそうだ、そう懐かしい、そうなんですよ、いろいろ思い出詰まってるよね。そう、でも広島も結構こう初めての方とかもいっぱいいたりとか、まあ、1年ぶりとかあと2年ぶりとか3年ぶりとかの方もいたよね。いたすごい久々に来ますって方がいっぱいいて、そう、その多分前とか47ツアーぶりみたいな、うんうん、2年前の47都道府県ツアーぶりですみたいな方も結構いたりとかして、なんか嬉しいなと思う、すごい嬉しい。なんかあの初日ぶりですみたいな、多分初日東京まで来てくれて、あ頑張って、そうあと武道館ぶりっていう人もいて、あそう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 、武道館だけ頑張ってきてくれたんだなっていうのがすごい嬉しかった。そうで、なんかその初日ぶりの人がなんかそのフォーエバーヤングの盛り上がり方がすごい進化してびっくりしましたって終わってから言ってうんうん、うん、あなんかそういうふうにどんどん多分こうみんなと一緒にね回っていくにつれて多分曲も進化してたりとか、まあ、特に新曲とかはそっか初日で初めてだったのにね、うん、そうそっか、そこからツアー経てツアーもやったしリリースもしたから、うん、いっぱい歌ってきたから、うん、それでねそう変わりましたわ、そう私もびっくりしたってだよね、すごい言われたもうすごいもうすごい進化しててめっちゃ盛り上がっててって言われた、そう、うん、そう、そう嬉しいよね、やっぱ待っててくれたんだなっていうのが、うん、お、2000人超えました、ありがとうございます、すごい楽しくて、あの終わってからは行きつけのお好み焼きのお店で行きつけのね、行きつけのいつものそう本当にいつものって感じだったよねもうお店のそれで、あ、だいたいあれでしょみたいな感じだったもんね、そうそうそう、で、みんなでね申し訳ないね、美味しいんですよ、すごい、なんか全部美味しいんですよ、お好み焼きもそうなんだけどサイドメニューみたいなのもすごい美味しくて、そう、美味しい、もう、ほんとに鉄板焼きがこう、端からメニューがね、そうそうそう、イカバター焼きとかホルモン焼きさすがだね、一発目に一発目そう、だからあれ、タワー来ましたの、イーラレンさん、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、あ、ね、お昼に行こうとしたら修学旅行で予約してそう言ってました、昼間にあの日超ハードスケジュールだったし、すごい、なんかライブをね、お店の方も見に来てくれようとしてたらしいの、そうそう、なんか毎回ね、毎回そう言ってるんだけど見に来てほしいって言ってて、で、見に行こうとしたらしいんですけど、ちょうどそう予約が修学旅行生とかなんか外国の方の団体とかすごいあったらしくて忙しくて行けなかったって言ってて、そうですけどね、みんなにも食べてほしいぐらいですよね、いや本当食べてほしい、食べてほしいなって、関根さんダイエット大丈夫かなってそれな結構夜遅かったけどあの日も大丈夫かなでもね、なんか1週間に1回食べていいんだよね、ですよね、うん、でも日曜って言ったよね、日曜としたけどあの日土曜だった、でもなんか繰り上げ下げありらしい、だからそれ絶対やばいよ繰り上げ下げしたらもうアウトで言ってた、なんか、うん、この間の日曜日はあれか、そう月曜日食べちゃったみたいな、そう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 、あ火曜日、あれ水曜日かな、なんか水曜日に日曜日の分食べちゃったから今日食べれないんだよねっていう話してて、うん、どういうこと一瞬ね、どういうこと、どういうこと、その制度ありだったら結構やばい来週じゃあもう来週の使っちゃえばいいじゃん、来週の窓手がいっぱいしのとかね、そうそう、
で次の日が福岡に、福岡もツアーでね、1年ぶりぐらい。そうですね、そうですよ。福岡はもう福岡どうぞなんか悩んでんじゃないの。福岡は24歳最後の日だったので、うん、あの皆さんにお祝いしていただきまして、いや今回、今回というか今年あの2回も生誕祭やらせてもらえるじゃないですか、うん、実際、うん、あのゲスト、今日のゲストと、そうだね、あと25日のね、うん、6月組にこうやるのとってあったから、あ、全く思ってなくて、うん、一瞬何が起きたの？私も思ってなくて、ね、でアンコールみたいな時、まあ、結構アンコールで吐けてた時に結構あーってなってるじゃないですか、うん、で慌ててこう着替えたり飲み物とか飲んでる、ちょっとぼやーって頭がちょっとねぼわーってしてる中で、なんかアンコールじゃない声が聞こえてるなと思って、そう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 、私も一瞬理解できなくて、コーナーツーって聞こえてて、私なんでこなっちゃんの名前言われてるの聞いちゃったよね本当そのレベルだよね、なんでこなっちゃんなのって言ったら、なんか今日最終日だからじゃないんだよなって言われて、あ、そういうことかみたいな、えって出たらピンクのサイルームを皆さん用意してくれていて、いやもう本当に幸せな24歳、うん、あの締めくくりになりました、うん、よかったね、うん、私もライブ参加だったんですよ。そうなんだよ、そう気づいたら気づいたらね、そう気づいたらいつもちゃっかりちゃっかりちゃっかりピンクが、ちゃっかりピンクがね、ちゃっかりピンクがいつもちゃっかりしてるから、前に入ってきちゃったりましたけど、すぐちゃっかりしちゃうから。私も21歳ラストライブはもう終わってしまいまして、うん、そうか、でも最後がドドドンってなんかすごいさ、そうね、もうなんか楽しかったね、どんどんどんだからさ、何も考えず楽しくてちょっとなんかね、変にこうプレッシャーとか感じないでさ、うっかりイエロうっかりイエロって何、うっかりイエロいいじゃん。うっかりしてないですよ、結構うっかりして結構うっかりしてませんね、してない、うっかり天然さんじゃん、ちょっとしてない、実はしっかりイエロしっかりイエロ、しっかり感出したいのはわかるよ、しっかりイエロ、それも全然うっかりじゃないです。でも考え、この辺もなんかあったよね、めっちゃ笑ったもん、スタッフさんやらかしてたもんね、いや思い出せない、なんだっけな、なんだっけ、どれ、サマハゲ、サマハゲだ、サマハゲだ、あーもうやばい、ちょっと待って説明しよう、説明しようと思ってるんだがちょっと待っていやあのね、それこそその広島ですよ、広島でみんなでご飯を食べに行ってる時に、あの遠くに座ってた、本当向かい側とかで遠くに座ったマネージャーさんが、うん、あのふざけてきて、それを乗って私もふざけてたんだけど、すぐ飽きちゃって、うん、こっち乗り損みたいになっちゃって、うん、めっちゃあの、うん、乗せられて乗ってすぐ捨てられてちょっとってなるじゃん、でそれですぐ飽きた感出すって私がその結構な距離感で突っ込んだんですよ、うん、そしたらすごいしばらくあったり、ちょっとちょっと間を置いて、飽きた感って生ハゲって言ってちょうどなんかこう L 字型みたいな席でL 字型っていうかすごい長いコロ字型みたいな感じであの向き合ってて、その角に私とあの私とあかりが座ってたから、あかりからちょうどスタッフさんが見えなくて、そう見えない、で何をしてたのか分かんなくてすごい小声で飽きた感生ハゲって言ってきて、私も一瞬何のことか分かんなくて、飽きた感って言ったの聞こえて、飽きた感、飽きた感をしばらく考えたんでしょうね、その間があってすごい思って食べなきゃ考えて、でも生ハゲかってすごい、なんか生ハゲみたいな顔したのかなって思ったので、だとしたらいい考えだった、いいツッコミだもんね、そうそうそう、違います、違いました、じゃあ私もこうえってなって名前げてそこで理解するの、はぁーみたいな、さすがだなと思ったよね、まあありますけど、うん、でもまあしっかり言えるんですよ、基本はね、基本はね、確かにそれは認めてあげるけど、出してくる、突然ねうっかり天然をたまに出してくるんですよ、たまにね、そして今日ははいこなっちゃんのお祝いスペシャルでした、はい、そうなんですよ、アップアップガールズ過去2期って、
私たちリポート部であるね、2期のみんなに、お祝いしてもらうという公演で、もう私が2期の公演をプロデュースして、2期のみんなを輝かせる代わりに、私の誕生日もお祝いしてもらって輝かせてもらおうという、企画なんですけど、できたよって方に言いますよ。できたよ、ありがとう、ありがとう。そう、こなっちゃんはゲストですね。そうです、ゲスト。でもなんか随分目立ってた。そうなんですよ、目立ちたがりなゲストでしたね、相変わらず。ゲストの格好じゃないよね、あれ。じゃないよね、確実に。ドレス着てたよ、しかも真っピンクの、みんな T シャツだったじゃん。そう、そういうことよ。本当だね、で、しかもちゃっかり、でもね、それはちゃんと、みんなのことを思って、私わざわざ家から6枚ピンクのタオルを用意して、みんなにピンクのタオル引いてもらったんだよ。すごっ。そう、ちょっと私だけピンクっていうのもなっていうさ確かにね。そう、こうやってね、輝かして輝かされて、されてって輝かしてもらって、いやなんかすごい2期の緊張が伝わってきて、待ってて、あんたももともと緊張してんだろって話なんだけど、そう、緊張する、緊張するって言うから、お願いだから緊張移るからやめてとか言ってずっとそれを言い合ってたんだけど、でもみんながすごい楽しそうにやってくれてたから、よかったなと思いました。まゆっぽさんがパワーを、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。2問目、タワーの柄変わったんですね。あ、これ誕生日仕様。誕生日仕様か。え、かわいい。ひどい、めっちゃ派手だ。え、てかさ、ハッピーバースって言ってたの。そうね、書いてある、書いてある。すごい。え、かわいい。欲しい、これって。え、このお誕生日のは、どうやったら飛ぶんですか。え、飛ぶね。どうやったらお誕生日になるんですか。誕生日の柄入れる。前後何日、ぐらい。すごいね。そう、すごいじゃん。どっちもだからね、今。確かに。そういうなんか仕組みがすごいよね。それで思い出したけどさ、昔さ、誕生日ここの間に、間だっけ、私の誕生日ない前だっけ、一緒にさ、ディズニー行ってさ、名前誕生日の日、私の誕生日当日だっけ、さ、でもさ、あかりも近いじゃん、だからさ、2人でさ、書いてもらったんですよ、バースデー。そうなんです、ハッピーバースデーあかりちゃん、こなっちゃんっていうのつけて、すっごい性格出んのね。ね、お姉さんとかが、あー、お誕生日おめでとうございますって言ってくれるよね。そうすると、私、あー、ありがとうございます、あかり。もう途中からこれ本当に剥がしたくて、会う人、会う人におめでとうって言われたんですよ。なんで隠すのとか言ってると、なんか、いや、だって恥ずかしいじゃん。だって知らない人にさ、あーとか言ってみんなも振り返るの。並んでる人が、私はもうみんなにお祝いしてもらって、ね、ありがとうございます。知らない人がさ、一緒にお拍手してくれるんじゃない。なんかすごい気使わせて、嬉しい、嬉しいと思って。申し訳ないわと思って。すみません、とってもいいです、そういうの。ありがとうございます。いいですよ、本当。すごくない、この温度差。この温度差すごくないなるの。ほんと。これ恥ずかしいからね。もう多分やらない。え、なんでよ、せっかく近いのにさ、一緒にできるっていうね、近いから。そう、恥ずかしいですよ、それは。おめでとう、なんかだって自分からさ言ってみたいな。そうじゃん、いいじゃん、さったな、こう誕生日だけのさ。え、あとさ、思ったんだけど、誕生日の2週間前ぐらいから人にさ連絡しづらくなるよね。ノー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 、わかんない。え、なんか、普通に今欲しがってんのかな、そうそうそう、普通の日だったら、なんか、え、じゃあ会おうよみたいな、いつ空いてるみたいな連絡普通にできるんだけど、なんかそのちょっと近づいてきてると誕生日が、なんかこれは言わないみたいなさ、全然いいんだよ、そういうつもりじゃなくても、でもそう思われちゃうじゃん、なんか向こうプレッシャーを感じるじゃん、言わってほしいのかなみたいな。だって3日前だし言わなきゃなとか思うじゃん。で、そうそういうこと考えるともう人に連絡できなくなるの。ちょっとなんか、この子にこれ言いたいことあったんだけど、でもなんか誕生日近いからちょっとやめ。めっちゃ気にすんじゃん。めっちゃ気にする。え、そんな覚えてるかな、誕生日って。え、でももしじゃあ忘れてたとして、忘れててやり取りして気づいた時に向こうがさあ、やっちゃったって思うじゃん。
まあ、それはちょっとなんか気にしちゃった。の誕生日だ。誕生日の知らないで、だからその3日前に連絡してたのに当日に連絡するの忘れちゃったっていうのすごいさ、私がそっち側だとすぐあっあってなる。わかる。まあ、だからそれを思わせちゃうのが申し訳ないなと思って。確かにそうだけど。だから全然人と最近連絡してない。もう今近づいてるから。どうせ気づかないだろうなって思っちゃう。私なんか別に本当に気づかないまま会うことあるし、あんま誕生日言わないで生きてきたから。そうなんだ、すごい、っていうかすごい、どうしよう、だから誕生日とか、え、だから知ってるような人にまあ逆に、うん、え、誕生日近いし遊ぼうよみたいな、わざと。え、それは言えない。え、言えるレベルの人よ、逆に言えるレベルの人しか知らないと思う、私の誕生日。そう、え、うち家族でも来ませんもん。なんで家族でも12時になる瞬間すごいなんかちょっと部屋帰ろうかなみたいな。なんで？なんで？なんかこもろうかな、部屋こもろう、なんかリビング行ったらちょっとなんか気使うかなみたいな。え、そうってなっちゃうから、ちょっと誕生日疲れない？それは疲れるね。早く終わってしまう。そんなに気使ってたら疲れるわ。だから早く過ぎてほしいなって思った。でもで誕生日過ぎても今年の定期公演は25日なんで。そうだ。そうです。しばらくですよ。いろいろ気にしなきゃいけない。確かに。でさ、イベントね。いや私イベントの方がイベントは近づいてくるなって思うから誕生日疲れる、すごい。どうすんのね、もう今日もやったけどさ。そうだよ、もう私どうすんの。どうしかも結構もう20日も後だからね。いや誕生日からどうしよう。でも早い方だね。早い方じゃん、まあ、確かに。そう、半年よりはだから、半年よりはまあ半年間考えられるのは結構大きかったけどね、うん、逆に、うん、そうそうそう。でもね、今日ね、この後案外ね、うん、案外3曲も歌ったんだよ、自分一人で。へぇ、何か私初めて、レインボーと仮説と、うん、初めて歌っちゃえる、うん、最多歌って2曲だ私。あー、2曲っつっても1曲ロストチャイルズだね、うん、案外歌わないんですよ、さらっと歌わずに。確かに、ソロ争奪戦の時もロストチャイルド2回歌ってもらった。2回歌うだけなのね。確かに。へぇー、ちゃっかりね、踊って、うん、踊って今までごまかして生きてきたの。え、じゃあずっと踊れば25日25日、逆に頑張って歌ったかな。それでも楽だけどね、その気持ち的には。その30分ぐらい気持ち的にはもう超楽しいと思うわ。今日ほど緊張しないで出れる。おー、仮説のソロ良かっただって。本当にありがとう。嬉しい。私どうしようか。私去年の生誕が、うん、歌わなかったんですよ。そうだよ。1曲、みんなで1曲と一人で1曲だけで。そう、あとずっと喋っとった。珍しく、あの、サホが喋ったら面白いんじゃないかっつって。そう、その前とかがずっと割と歌い続ける。でもあれはちょっと私泣くからやめて。何が？あの感じはちょっと私泣くから。喋る感じ。そう、あのなんか振り返るみたいな。でも振り返るはもうさ、お前だったら振り返るみたいなのはちょっとこうなって泣くから。そうそう、喋ったことなかったから、まあ、喋ったんですけど、どうしようみたいな、すごい結構もう方向性から結構迷ってる。そうだね、うん、そうなの。どっちに振ろうかなって。生誕そもそも何でもできるじゃん。そう、いや私もだよ、だって、うん、歌えるし、うん、踊れるし、芝居できるし、喋、うん、れるし、うん、何やってもいいんだよ。そうなんだよね、うん、何でもいいってなると、そもそもそのどこに向けるかっていう。そうそうそう、そうだよね。そうだ、去年何話したのって言って、去年、その生まれてからその21歳になるまでの、もうほんと細かく写真とともに、全然あんまないじゃないですか。多分アップが入ってからとかの話とかは結構増してるかもしれないけど、小学生の時こういう子でしたとか、そう中学生はこうでとか、本当リアルな学生時代の写真とかも出したりとかして、そういう話したことないなと思って写真はあんまり出してくれる。ないもん。松の写真はあんまり出してくれる。ないもん。歴長いはずなのに。ないもん。出したの写真は全然なかった。持ってないもん。何？え、ないよね。でも最近の写真はさ、携帯だからさ、うん、こう写真のアルバム見ると全然ないよ、この人の写真。あ、なんで？ないよね。そうそう。もうさ、2年目だって。え？あともう時間がない。
今日の企画やりたかったのに。ね。5時間だって。今日の企画はやりたかった。基本的に褒められて伸びるタイプやから。私。すごい。食べ過ぎたね。うん、それだ。時間最長。それだった。早い。私の最後なんですよ。みんなの前でもう21歳と。そうだよ。バイバイみんな、もう22歳になっちゃうからね。バイバイ。いいじゃないね。バイバイ。また一つ大人になります。やめて。すごくない？いやー、22歳って感慨深いなって。何がだろう。22だよ。だから何？揃ったよ、数字が。11歳ぶりに揃ったんだよ。ゾロ目のそこ、うん、ゾロ目という件について、そう、次そのの33年だ。そう考えるとすごい感慨深い。あ、超面白い。考えたことなかった。考えたことないうちに22歳を終えてしまったわ。もったいな。次歳でも33すぐするね。次歳はまだ先だわ。じゃあね、告知しましょうか。しましょう。今日ですね、先に告知でいいの？ダメか。ダメだね。別に順番はどっちもいいや。あれじゃない？ランキングを確認しましょう。そうですね。ランキングを確認したいと思います。第3位、まことさん。ありがとうございます。ありがとうございます。で、第2位がまゆっぽさん。ありがとうございます。で、第1位がイーラレンさんです。ありがとうございます。じゃあ、イーラレンさんは、希望のメンバーからね、ありがとうを言うされたと思います。わーい。わーい。さあ。あ、さあ、どうですか？パッパッパ。パッパッパ。パッパッパ。ベカさんに今日誕生日なので祝ってもらいたい。そうだ。え、ショットこと？あ、違う。うん。あ、なるほど。え、おめでとう。あ、違うちゃった。はい、どうぞ。はい、誕生日1日違いイーラレンさん、お誕生日おめでとうございます。一緒に最高の1年にしましょう。おめでとう。ありがとう。あ、そういうことか。あとちょっとで終わっちゃうってことね、お誕生日が。そうだよ。楽しんで楽しんで、あと1時間。あと1時間でね、何するか、ね、何する1時間で何できる。ならこれ脱線するからね。もう早く終わらせなきゃいけない時間だから。そうそう、うん、それと言い始めるとうちは切りないから。そうですね。まずツアーから行きましょう。ツアーから行きましょう。はい、ツアーはですね、ここまで今終わっておりまして、うん、今週末っていうのかな、うん、6月10日が北海道ですね。はい、これに合わせて、よさこいトランバッジャン出演させてもらいますので、こちらはファンの皆さんと一緒にチームを組んで一緒に参加させてもらって、はい、よさこいでしかできないよね、うん、団結力というか、こう一緒に作り上げる楽しさみたいなのを感じてもらえたら嬉しいなと思いますので、一緒にパフォーマンス側にパッパーディスコのよさこいソーランバージョンが YouTube の公式チャンネルの方に上がってますので、はい、ぜひチェックしてください。覚えてください。はい、そして25日が先ほど見ました6月組の生誕公演を行って、あ、そうだ、バステ T シャツ発売だったんですよね。そうだよ、かっこいいやつ。どうでした？あれ、なんでそう、え、なんでそう、逆に、え、今日コナツゲストだよ、ゲストゲストさん、ありがとうございます。そう、今年のね、生誕 T シャツ黒目にしたんですよ。いや、超かっこいいよね、あれ。あれ超かっこいい。ちょっと早くみんなが着てるの見たいね。うん、いいの、みんな黒目になっちゃって。え、いいですよ、特別。そう、誕生日特別でみんなも黒目になれちゃう。なれちゃうよ。私は、うん、憧れの存在ミラーボールにしたので。ああ、そういうことなんだ。私の憧れの存在が、
みんななってもらえれば可愛いでしょ、後ろ可愛いでしょ、うん、そう、ぜひ来てほしいなと思います。ですね、渋谷クロス FM の方で毎週第2、第4火曜日のあてがの放送をやらせていただいています。来週ありますね、うん、来週メンバー誰かが出演しますんで、公開生放送そうなので皆さんぜひそう見れるんだよね、そう見にも来てください。そして土曜日のマーナです。土曜日のマーナよろしくね。土曜日のマーナよ、深夜1時50分から俺たちごちゃごちゃ集まれやんやんっていうのにね出演しておりますので頑張ってますから、そうですよ、ライブください。はいって何ぐらいライブですね。そうかな、はい、こんなコーナーでしたけど今日どうでした？いや、バタバタねこうやって向かってきたけど、うん、お祝いまでしてもらって、うん、本当来れてよかったなと思います。よかったですよ、無事に一緒に撮れてさ、もうちょいいいから大人になれたってことだ。でもいいことですよ。そうですよね、25歳、そう上手に年を取っていきたいと思います。そうですよ、もうこうだってもうこう祝い出して何年って話だよ。えおめでとうってここで言い合うようになってさ何年で経ってんのって話だよ。本当だよね、10年ぐらいおめでとうって言ってるのかな。そうじゃない、すごくない、すごいねそれ。おめでとうだけ、お誕生日だけは絶対連絡するようにするね、おばあちゃんになっても、うん、ありがとう、誕生日1年に1回の1年に1回の皆さんでこう打てなくなるけどね。でもね、なんで隣に行けよ、だめ、そういうそのくらいの関係性にしよう。なんで大きくなったら、だって子供ができてもさ、何があっても一緒にいるって言ったじゃん。ちょっと約束したじゃん。3000人です。ありがとうございます。なんで一回約束したことをやって。ワンギリしそう。ワンギリしそう。ひどい。ワンギリだけあるときマシじゃない。確かにね、あかりさんが私のことを覚えていてくれてるんだよ。確かにね、思い出すっていう、なんだこの話は。確かに確かに、まあね、まあ直接お会いしましょう、しばらくはね、はい、しばらくまだできるからね、ワンギリの関係にはならないと思います。よかったね、うん、アポが続けてよかったね。そこなの。ではもうお別れの時間です、はい、今日内容のある話しねえな。大丈夫、ねえねえ今日やばいな。でも最後ですよ。そうだよ、22歳になっちゃうからすっごい変わってますよ。いや、うちリンさんのみんなに、じゃあ札幌で会いましょう。皆さん札幌で別人のような私が待ってますから、よろしくお願いします。ゾロ目だもんね、だってね、ゾロ目だね。ゾロ目だからな。楽しみ、ゾロ目さんも。以上。突然。突然でしょ。やばい。ちょっと笑ってる間に3000人行きました。笑ってる間に3000人行きました。ありがとうございます。滑り込み3000人。落とした私。以上。アップアップガールズ、かっこかりんでした。